夏休み自然観察は毎年夏休みの初めの頃に行っています。小学生の親子と一緒に近場でもまだまだ残っている自然を探して野山や自然の豊かな公園を探検します。植物、動物などにとっても詳しい生き物博士が自然の中を歩きながらみんなが見つけたいろいろな生き物について丁寧な説明をしてくれるよ。今年はコロナのせいで楽しみにしていた夏休み自然観察もお休みになってしまいました。残念。また絶対にやりますから来てくださいね。待ってます。